次に古川元久君。古川君。国民民主党の古川元久です。大臣ですね、私はこのコロナ禍の下での、避難、災害が起きた場合のですね、避難、避難所がですね、やっぱりこう、密になりやすいわけですから、やっぱり3密対策きちんとやること、そしてまた、ホテルとかですね、旅館とか、そういうところを活用すると、そういうことをすべきだということを、私、国土交通委員会に属してたんでですね、所属しているものですから、この春のですね、通常国会の中でもですね、そういうことを言ってきたんですね。ですから、今回、今年はですね、7月豪雨災害とか10月の台風とかありましたけど、昨年に比べるとまだ災害はですね、大規模災害は少ない方だったわけなんですが、それでもですね、今年の災害でですね、どれくらいこう避難所で3密回避の取り組みできてたのか、またね、ホテルとか旅館などの避難、どれくらいは行われたのか、そういう取り組み状況とかですね、結果を教えてほしいと、今日のこの質疑に向けてですね、それでお願いをしたら、最初ね、防災担当来たらいただいたらですね、手ぶらでいらっしゃって、で、まだね、ちゃんとそれをまとめてないっていう話だったんですね。で、これですね、やっぱりですね、今後のまだ当分の間ね、こういうコロナ禍の中での災害対応が必要で、この前のですね、豪雨災害の時にでもですね、避難所行ったんだけど、いっぱいで入れなかったっていう人がいたという報道もありました。私らが知りたかったのは、じゃあ、そういう人たち、どうやって誘導してどこ行ったのかとかね、やっぱちゃんとそういう、結果をきちんとどうだったのかっていうのをちゃんと調査して結果をまとめて、そういうものがなんかあるのかなと思ったんですけども、どうもそういうものはなくてですね、いろいろ聞いてはいるみたいだけども、それを踏まえてのなんか、ね、指示っていうのは出てるけども、実際にどうだったのかっていうことがちゃんとですね、まとめてないようなんですね。やはりこれですね、今後のことを考えると、しっかりね、ちゃんと調査とか分析、こういう結果でしたと、いうことで、ちゃんと調査が分析してですね、こういうふうでしたから今後こうしますということが必要じゃないかと思いますが、大臣どうですか、これ。奥野大臣。新型コロナウイルス感染症の現下の状況においてですね、感染防止に十分留意する必要があるということは言うまでもないことでありますが、避難所における、言われましたけれども、3つの密の回避、ホテル、旅館等の活用を含め、自治体においては可能な限り多くの避難所の確保など、感染症対策を徹底することは重要であります。もう今日も申し上げてまいりました。このために避難所における新型コロナウイルス感染症対策については、累次にわたり自治体に対しても周知をしてきたというところであります。令和2年の今年の4月豪雨においては、すべての避難所の対応状況の報告を求め、避難所の感染症対策が十分ではない、あるいは不明確な自治体について速やかに状況を聴取し、助言を徹底したことなどにより、感染症対策をおおむね適切に行われたのではないかと、私は思っております。また、ホテル、旅館等の活用についても、自治体に活用を促した結果、個室での滞在を好む要配慮者のご意向も踏まえた、きめ細やかな活用がされていると考えています。他方、台風第10号においては、一部の避難所において収容人数に達して、他の避難所を紹介するなどした事例がありましたことから、調査、分析を実施し、まず台風が接近してきた際に、必要な数の避難所を当初から開設することや、2つ目として、協定等に基づきホテル、旅館等の利用、予約状況等を自治体が把握して、避難所の同設の準備に役立てることなど、円滑な避難のための留意事項を全国の自治体宛てに通知をしたところであります。内閣としては、今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえつつ、自治体と十分に連携し、避難所の新型コロナウイルス感染症対策や、ホテル、旅館の活用促進に努めてまいりたいと存じます。古川君。大臣、そのまま想定モードを読んでらっしゃるんですけど、私はね、そういうじゃあ結果が出てきたので、どういう実態的に具体的でどうだったのかっていう、ね、おおむねどうこうだったとかいう話をしますけど、おおむねっていうことは、じゃあちょっと違った部分もあるのっていうこと、だから具体的にどうだったのかって、ちゃんとですね、調査して、調査結果とかですね、そのものが
ちゃんと明らかにしても別に隠すものでもないと思うんですけども、まあ、私聞いたらまとまってないということを言われたんですね。ですからやっぱりそこのところはですね、これきちんと特に被災地の場合っていうのはやっぱりこれは大体良かったって言ってもですね、そこに外れた例外とかなんかの人たち、そういう人たちが少しでもいればですね、やっぱそういう人たちのやっぱ命にも関わる話ですから、やっぱりほぼおおよそ良かったっていうので災害対応はそれでよしっていう話じゃないと思うんです。やっぱりもう本当に 100% きちんとやられているのを目指すためにいかなきゃいけないと思うんですね。それだけやったってそれだけできるかどうかな分かんないわけですから、まあ、そういった意味でしっかりこれ大臣ですね、よくちゃんとそういうところ、まあ、今後もこういうことあると思いますけども、しっかりやっぱりちゃんとこういうことがあったら実際に具体的にどういうことだったのか、だからさっき言いましたけどね、そのじゃあはぐれた入れなかった避難所入れなかった人どうしたんですかと、入れない人いましたっていうだけじゃダメだと思うんですよ。やっぱじゃあいないそういう人でどうやってこうどこにどういう形でじゃあ移したんですかとか、あれはうち戻ったもらったんですか、やっぱそこまでちゃんと調べてですよ。でその上でじゃあ今後どうするかということを考えていかないと、ただいっぱいで入れなかった人いました、ですから今後そういうことないようにしてくださいっていうだけではですね、やっぱダメだと思うんですね。まあ、ぜひそこは大事ですね、ぜひ事務方に指導していただきたいということをお願いしていきたいと思います。それでですね、これはこの、まあ、7月交付で、まあ、その中でちょっと後から昨日ですね、レクしたら出てきたのが、避難所としてホテル旅館を使ったのが、使われたのがですね、7月豪雨で、まあ、20箇所350人だっていう、そういうですね、数字をいただきました。まあ、これがですね、多いのか少ないのか、私はもっと活用されてもよかったんじゃないかという、まあ、分かりません、ここは現場ですからね、なんですけども、まだしばらくやっぱりこのコロナとの、コロナ禍の中での災害対応を強いられると思います。やっぱりそういうことを考えるとですね、もっともっとこういうやっぱり旅館とかホテルとかもですね、活用すると。でやっぱりこれもですね、事前にちゃんとそこを使いますよって、で心の住民にこの人たちに、この人、皆さんは学校とかじゃなくて、ここに行ってくださいとか言って、やっぱり事前にやっぱり言っていくためにも、やっぱりこうちゃんとですね、ホテルとか旅館もですね、これ避難所というふうにちゃんと位置づけしたらどうかと。で今ですね、災害救助4条第1項1号、まあ、避難所というですね、規定があるんですけども、そこにですね、民間のホテルとか旅館などもですね、この災害救助の避難所に位置づけすると、で避難所としてですね、まあ、これ今こういうコロナの状況だからっていうんじゃなくて、まあ、恒久化するということにしたらいいんじゃないかと、まあ、そうするとですね、これ災害救助費による財政支援を向けられて、実際もっとですね、こういうホテルとか旅館を活用することになるんじゃないかと思いますから、まあ、ぜひですね、そういった意味で、災害救助法の避難所にですね、このホテルとか旅館をこの際ですね、もう位置づけすると、もう恒久化するということをしたらいかがと思うんですが、いかがでしょうか。青柳政策統括官。お答えいたします。まあ、発災時に災害救助法が適用された場合においてですね、まあ、従来高齢者、障害者など要支援者のための福祉避難所とする場合ですとか、指定避難所だけでは避難場所が不足する場合、また避難生活が長期化する際の避難所のリフレッシュのために活用する場合において、救助法に基づく避難所として、民間のホテル旅館の活用を進めてきたところなんですけれども、今般新型コロナウイルス感染症対応を踏まえまして、まあ、3密対策として、民間のホテル旅館を活用する場合にも救助法の災害時の避難所として活用できるということは通知もしているところでございます。まあ、法律に明確に位置づけた上で恒久化ということについてはよく自治体の意見も踏まえつつですね、避難所としての利用実態も踏まえて研究をしてまいりたいと考えています。古川君。まあ、これ大臣ね、まあ、自治体の意見を聞いてという話がありましたけど、やっぱりむしろこうですね、普段からこういうホテルとか旅館も、そういう避難所として、いざというときはお願いしますねということを頼んでおいた方がですね、いいんじゃないかと思うんですね。だからこれ、まあ、ちょっとなんか自治体とも聞いてみたいな要望があればですけど、やっぱりここはですね、むしろ国の方からそういうところも活用すると。でそれこそです、やっぱりそういうことで地域の中で旅館とかホテルもそういう形で役割を果たしていくということが
っぱりそれはあの地域の中でのそういうところに対する理解やあの、ね、もうつながりますね。ぜひまあこれは前向きにぜひ検討していただきたいと思いますけど、まあ、ここはあの大臣いかがですか。五ノ木大臣。今回これは言い訳になるかもしれませんが、コロナというですね、今までにないものが参りました。で、ただやっぱり今日も議論の中でですね、高齢者や要介護者、手を差し伸べなければならない方々についてのですね、その台風時期に、台風が来る前にこれもやってくるということをその見越してですね、地方がそれぞれの旅館やホテルと、そのお話をしてたということは、またこの就任する前ですけども聞いておりまして、その確認はいたしましたが、その話がさらに進んでいないということは確かにあったと思います。先ほどのその委員のお話の中でもありましたように、まあ、今回こういう中でのそのできなかったこと、教訓としながらですね、これは防災対策、減災対策強靭化にも含めましてですね、進めてまいりたいと思います。古川君。まあ、避難所の多くは学校とかですね、そういうところなんですけども、まあ、必ずしやっぱりね、環境がいいとは言えないんですね。でもちろんそういうところ環境整備をすることも大事ですけども、むしろこう旅館とかホテルをそういうときに活用するという、普段からね、災害に活用するということのは、そういう意味でのこう今、避難所で使っているところの環境整備が整うまでの間のですね、先ほど大臣がやりたいのは、高齢者とか、あるいは体に、ね、病気を持っている方とか、やっぱそういう人たちとか、そういうことを考えてもですね、有効ではないかと思いますから、ぜひこれ、前向きにご検討いただきたいと思います。次にですね、まあ、これもコロナ禍の避難のあり方についてなんですけれども、これ、いろいろ、まあ、私もこれ、とにかく、ね、大丈夫かということで、政府の方にもですね、ちゃんと指示、周知徹底をしているのかということでですね、前から聞いてるんですけれども、いろんな形でですね、政府の方から各地方自治体の方にですね、告知がなされてます。でただですね、このコロナ禍でのこの周知徹底っていうのは、そのしてくださいっていうのは簡単なんですけども、例えば私の地元、名古屋でもですね、まあ、かなりこういう政府から言われたので、準備はできてますと。ただ例えば普段と違う避難所に行くとか、そういうような状況になったときにですね、みんな大体毎年毎年、今まで多分大臣の地元はそうだと思いますけど、避難訓練ってやってるんですね。で、避難訓練、ところが今年はやれてないんですよ、やっぱコロナから。ですから、避難訓練がやってなくて、で一応周知だって、コロナは課題としたらこういうふうですよって言って、各家庭には連絡が行ってるのかもしれないけども。じゃあ、そのどこまで実はそれ、ちゃんと読んでるかどうかってことですよね。で、毎年もうね、ずっと長年住んでれば、当然やっぱり、なんかあったら、あそこの学校に逃げればいいんだっていう、やっぱ感覚がありますから、そのなんかね、こう紙とかなんか回ってきて、今コロナ禍ですから、こうしてくださいって言われても、そこがちゃんとこう頭の中入ってるかどうかっていうとですね、これはなかなかそこまで期待するのは、実際難しいんじゃないかなと思うんですね。ですから、この、まあ、政府はちゃんとやってるかというふうに我々聞くとですね、いや、きちんと実際にこれだけ周知徹底してますって言ってるんですけど、で実際ね、これ見てるとたくさんいろんな周知のがどんどん出てるっていうのがこう、あります。でもそれがじゃあ自治体からそれぞれの住民にまで本当にどうちゃんとこうですね、行き渡っているのかという、やっぱりこれですね、実は本当、災害対策っていうのは、そういうきめの細かい最後の一人一人のところまでですね、きちんとちゃんと伝わっているのかと、例えば避難所がですよ、普段と違って、ここの人たち、あなた、もうね、こっちに行ってくださいっていう、いつもと違うところだったら、やっぱりそこで違うんですよっていうことが、ちゃんと一人一人まで確認されているかどうかですね、かなりですね、これは徹底して、かときめ細かくですね、ただ通知を出しまったとか、やったことで、それで周知徹底図るっていうのが、まあ、よくある、お役所がやる話なんですけども、やっぱりそれではこのですね、私は周知徹底というだけではですね、やっぱり済まないんじゃないかなと、もう一歩踏み込んだ、具体的に私もこう、ねそこはもう本当にこう一件一件、訪ねて確認して、
あなたはここにしてくださいよっていう、こう、まあ、そこまでやるかどうかってありますけども、もう一歩踏み込んだ周知徹底っていうですね、策を指示しないと、こういう形で国か地方にですね、周知徹底しなさいって送ると、市役所とかそういうところ、区役所のレベルでいうと、こういうふうですからっていって、地域にビラまいて終わりということになって、それで周知徹底しましたって言っても、実際になったらですね、全然、みんないつもと同じように、このコロナ以前と同じような形で、同じところに避難所にこっと駆け込んできちゃうと、まあ、そういう混乱がやっぱ起きかねないんじゃないかと思うんですね。ですから、ここはですね、その周知徹底してます、してますっていうのはいいんですけども、その周知徹底の仕方がどうなのかっていうところをどういうことをやってるか、やっぱそこまでもう一歩を踏み込むようなですね、対応をですね、やっぱり国からも指示をしていく、そしてそれを確認していくっていう、まあ、手間がかかるかもしれませんけども、やっぱりこれは人の命に関わる話ですから、ぜひそこまでやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。後藤大臣。常にですね、意識の向上を持ってですね、進めていくというのは大事なことだと思います。通知は通知として、これはその見ていただこうが、そうでなかろうが、これは出しておかなきゃいけないものだと思います。でこれ、こういうことをいろいろ経験してくる中 です。例えばですね、津波防災の日というのが11月5日でありますけれども、今年その津波防災の日の高校生サミットというのが毎年あるんですが、今年もこれも中心になりました。これ新潟県でやるはずだったんですが、中心になりましたけれども、オンラインの、かつて の、 その高校生サミットで、議長経験者 の、 高校生たちとですね、いろいろ話をいたしましたときに、もう10年前は小学生、つまりその東北 の、 です、ね、大震災を経験しているみんながですね、いろんな話をしてくれました。いつ何があるか分からない、正常性バイアスは大事なんだというです、ね、ことを、今やいろんな方々にですね、発信をしている存在になっています。そういった会議ですとか、そういった行事、コロナ禍でなければできるんですが、委員がおっしゃるようにですね、いろんな工夫は大事だと思いますので、研究はしてまいりたいと思います。古川君。ぜひそこのところですね、お願いしたいと思います。時間もちょっとなくなってきましてしまいましたけれども、これですね、大臣、ちょうど1年ぐらい前にですね、NHK とかが1ヶ月、ちょうど去年の12月ぐらいですね、首都直下地震のこう特集1週間ぐらいやっていましたよね、昨年。で、これですね、やっぱり本当に今、日本はいつ首都直下地震が起きたら、あるいは、私の地元なんか、それこそ私がもう子どもの頃から、東海大地震が起きるって言われて、まだそれから40年ぐらい経っても起きてないんですけども、これは起きないということじゃなくて、いつか必ず起きるわけですね。ですから、このコロナ禍で、例えば首都直下地震とか、あるいは東南海トラフ地震が起きる可能性もやっぱり否定できない。その時にはですね、今こうやって出しているコロナ禍でのこの災害への、場合のですね、避難とかいろいろそういうレベルの対応ではですね、とてもやっぱり追いつかないんじゃないかなと。ですから、そういうですね、極めて大規模な災害、そういう時が起きた時にですね、その時にじゃあこのコロナ禍で、どう対応していくのかということは、この、今考えているコロナ対応と別個にですね、やっぱりちゃんとそこの部分は今のうちからですね、シミュレーションというか検討して考えておく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。五ノ木大臣。委員のご指摘はコロナの禍のですね、コロナ禍のいろんな対応、これまで2月の先からずっとこれ大掛かりになってまいりまして、不安がやはり皆さん大きなものとなってきたと、ちょっとその抑えられているかなと思ったら、またこう国に向かってですね、不安がですね、大きくなっている中でのご指摘であります。そしてその上で首都直下地震、南海トラフ、これまでにないような大掛かりなその災害についてのいろんな検討はされていますけれども、これはもうさまざまなその上をいくその研究、あるいは検討会議、さまざまなものが行われておりますが、いくらやっても足りることはないと
という中での大きな災害でございます。今までにないこの経験の中でのさらなるその今まで経験したことのないその大規模なですね災害について、もうこれは研究を重ねるしかないと思います。そして皆さんに不安を与えることのないように防災担当としてしっかりと発信をしてまいりたいと思います。古川君。時間が来ましたので終わりますが、危機管理の要請というのはやっぱり最悪の事態を想定してですね、しっかりそこに備えるということですので、こういうコロナ禍でありますけれども、やっぱりそういうことも同時に起きうりると、そういうですね構えをですね、でぜひ事前の準備備えをしっかりしていただくことをお願いして質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。次に内閣提出被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取